こんにちは、たけチャンネルです。今回もですね、F1 のコース紹介をやっていこうと思います。で今回は、今週末ですね、開催されますトルコグランプリ、イスタンブールパークサーキットの、コース紹介をやっていこうと思います。はい、で今回はちょっと、動画の、収録をしながら音声も撮ってたつもりだったんですけども、マイクの接続を間違えてたみたいで、音声が撮れておりませんでした。あの音声で僕の声が撮れてなかったので、声だけ別撮りで、載せていっております。なのでちょっと慣れてないんで、ちょっと微妙な感じになるとは思うんですけれども、やっていきましょう。はい、でトルコグランプリ、イスタンブールパークサーキットなんですけれども、トルコのイスタンブールに、あるサーキットで、1周が5338メートル、5.3キロですね、5.3キロで、過去のコースレコードが、何秒だったっけ、2005年の、コースレコードが一番レコードになってると思うんですが、2005年のファンパブロ・モントーヤだったかな、ファンパブロ・モントーヤが、ファンパブロ・モントーヤが記録した、1分24秒770というタイムが一応コースレコードとなっております。はい、でまあ、サーキットとしては、よくあるのは、バックホームサーキットが特徴のサーキットデザインなんですけれども、このイスタンブールパークサーキットだけは、
ここら辺が結構ね難しいですね。
とまあこんな感じで、まあ、ベストラップが1分34秒9とかだったんですけど、まあ、あんだけミスってるんで多分もうちょっとやったら32秒とかぐらいまでは僕の下手くそな腕でもいけるかなと思うので、おそらく、今週末に今週末のレースになったら1分20秒前後っていうタイム、だいたいここまで全部ね、僕がこれで出したタイムの12秒早いタイムで来てるので、多分1分20秒台前後、20秒前後っていうのが、本番の今の F1 のタイムぐらいになってくるんじゃないかなと思うんですけど、もうちょっともしかしたら行くかもしれないですけどね、と思いますので、まあ、今日紹介したこのコースの特徴とかを知ってると多分、今週末の F1 もっと楽しめると思いますし、まあ、大体どんぐらいのタイムが出るのかっていう参考にもしていただけたらなと思います。はい、1分20秒ぐらいだと思うんですけどね、僕はね、はい、だと思います。はい、あとまあその決勝多分オーバーテイクが結構しやすいっていうのと、あとタイムマネジメントが非常に重要になってくるっていうのがあるので、他の今までのサーキットでの、結果とは割と、違った結果になるっていう可能性も、十分考えられるかなと思いますんで、その辺もね含めて非常に今週末は楽しい、グランプリになるんじゃないかなと思いますので、皆さんで楽しんでいただけたらな、僕がなんかやるわけじゃないのであれですけど、みんなで楽しみたいなと思います。はい、まあハミルトンが勝つっていうのが多分一番可能性としては高いとは思うんですけど、でもレッドブルーもねメルセデスよりはタイヤの持ちがいいって言われてるし、ガスリーもタイヤマネジメントが驚異的に神がかり的にうまいって言われてるんで、まあ多分またフェルスタッペンとガスリーが結構メルセデスに食い込んでくるんじゃないかなって僕は予想してるので、どうなるか楽しみだなと思います。もしかしたらね、どこの時だったっけ、ドイツの時だったっけ、イギリスの時だったっけ、どっちか忘れましたけど、メルセデスがねタイヤトラブルが起きたりっていう可能性もあったりしますんでね、そうなんで、番狂わせとかが起きる可能性も十分にあり得るサーキットだと思いますので、みんなで楽しみにしたいなと思います。はい、というわけで、今回トルコグランプリのコース紹介でしたけれども、ご視聴いただきましてありがとうございました。また、頑張って応援しましょう。よろしくお願いします。